その中競馬レース展望の時間です。今日の解説は日刊スポーツ池永弘美さんです。新行竹の上でお届けしてまいります。池永さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。今週も水木金の3日間レースが行われまして、水曜日の競馬がすでに終了しています。で、コーチから中田隆騎士が帰ってきて、今日、はい、復帰後の三から騎乗しました、はい。メインレースでね、人気数3着で食い込みました、ね。 あの向こうで26勝まあ、実はコーチに行く前というのはその場で1勝しか上がってなかったんです。歩いてなかったんですよ。ですから、あのまそういった意味で、あのどういう風なレースになるのかなと思ってたんですが、向こうで大活躍を見せまして、重傷が違って26勝も上げてきました。で,ね、で、やっぱりあの帰ってきてさあのレース後に話を伺いましたら。はいはい その他のレースは難しいなというふうに言ってましたね、うんまあ、こっちね <laughs> せっかく向こうで、ね、勝てるせの結果でなければね、うんうん、何もならないということを言ってましたけど、ね、あやっぱりそうですよね、はい、まあそういったまた違ったプレッシャーというところを受けながらのレースまあこれいいんじゃないですかあのいいですねその結果が最終レースね、うん え、最初のメインレースですね。諦めずに追いましたね。ああなるほどなるほど。あれがまあコーチで打ち替えたもんでしょうね。なるほどね。はい、え、まあいきなり成果を見せたということが聞けるんでしょうかね。はい、ご期待いただきたいと思います。またあの今山崎騎手がコーチで編成しておりますので、今とにかくインターネットとかあるいは CS ソースなどでもうリアルタイムで見られますからね。うん、ぜひ応援よろしくお願いします。まあ明日もね、あのグラウね。 大山君が、ね、あそうですよねハドマイアロイヤル,、うんイヤルえー、ご期待いただきたいと思います。 さて、えー、今日はレース展望まいりましょう9月15日木曜日の競馬2つのレース展望してまいりましょうご覧のラインナップです全部で11レース9レースの C1 クラスの特別競争そしてメインの10レース B2 クラスの特別戦 A2 クラスは小等数ですので6レースに組まれていますメインは B2 クラスが組まれています、えー、さあそれではメンバーご紹介しましょう12頭立てご覧のメンバーです池永さんの印です ここはい、あ2番のウィン・ピアチェイレ、まあ、一度、ね、5着に敗れただけであとは見事に。 鑑賞と人気に応えているというレース内容。混合、ね、戦になってから三連勝ですかね。そうなんですね。はい、あのまあ大体花を奪った方がいいのかなっていう感じだったんですが、あの四走前に敗れた時きが花を奪わなかったというレースぶり。はい,はい。はい、やっぱりまあ気分よくいけたら強さ発揮できますか。そうですね。やはりあのそこと成長してますからね。ね前走は二番手からの競馬でね。そうなんですよね。一応奪勝してますからね。うん まあ別に派なけなくてもいいですけどこのメンバーね他に人間もいませんのに行、ねはい、ってしまいますね行、はい、ってしまいそうですねこの枠ですからね、うん、なるほどねはい、はい、ということで2番のウィンピアチェーレを本命にされたケナガさんで対抗4番エイシンタオもうこれはね何せ川崎デビューからねうん、うん、着替えなしですよああそうなんですねはいううん、うん。 本当に堅実ですね。そうですね。はい、能力の高さというところ。田中君とのコンビでもね、連対オール連帯ですからね。五千三勝二百二回ですはいはい。まあこんな本はちょっといませんね。もうこれ十何戦キャリアあるんですか？十三、うん、戦あってね。ねえー、はい。

前回のレースね、あの二番手からでも強いレースですからね。本当は花切ほうがいいかもわかりませんけどね。まあたまたま今日今回は二番いますからね。目標にできそうですね。なるほど、レースはしやすいんじゃないかなと思いますね。外枠からですからね。その他ですと六番サンライズシルバ、まああの勝ちきれないんですが上位は必ず食い込んできますからね。これはもう馬券絡みは必要でしょうね。抑えときたいですね。三番の光栄サムライと十一番ハックユスターダム、これらはどういう評価ですか。まあ長して え三戦目の後衛とね。で、白鈴澤さんもこの小級二戦目ですか。まあ、両方も、そこそこいいとこつけてね。はい。では、こうい競馬ですからね。そうですね。はい。まあ、ちょっとメンバー、今日、今回揃ったなあという気がするんですけどね。はい。なるほど。他印が入っていないところというのは、ちょっと厳しいかなという。そうですね。今日も、この六層ですか。うん。あえてあげれば、一番ですけどね。ああ、一番のシア七層。一番枠ですからね。これをクリア、鍵ですけどね。あえてあげれば、この一番ですね。そうですか。 はい、あ外枠に構想が偏ってますもんね。はいえー、ということで2番ウィン・ピアチェール本命池永さんの回目ご覧いただきましょうここはもう2番頭で固定してこれだけ上昇3連勝ですからね、うんえー、もう一応ということでね、はい、そうですか、はい、もう狙うならばもう頭というところです、ね。おそ、ねはい、らく 僕は二着もないと思います。ああ、そうですか。はい、もう負けると決めたら、あの上げている相手候補のボックスを置いといた方がいいですか。それでか縦目というやつですね。はい、なるほど。はい、二番から、まあ、気持ちの上では、二番一着で、二着に四番というところでしょうか。絞っていけば、こういう組み合わせですね。はい、はい。ええー、福崎サルビア特別メインレース、四時ちょうどの発送、お楽しみください。それでは、準メインのレース、九レース、展望してまいりましょう。こちら、c ーワンクラスの千八百七十メートル線、十二頭立て。えー、印を見て。いただき きます。えー、ここは一番のビビットも本命にされました、まあ。あの勝ったり負けたりを繰り返している状況そうですね。やはり、かいスタートでしょうね。あ、うん、あそうです全然、そのスタート決めて、この距離にいきましたね。そうですね。はスタート一息で、まあ、押し付けたんですけどね。はい,はい。やはりどうしてもスローになりますから、折り合いが難しいですね。うんはい。まあ、一番枠というところ。 ですので、まあ逃げる、えー、逃げていくでしょうね、ね今日はね。ということでしょうね。十番、四番あたりがいますけどね。うん、おそらく枠主張川変わらのことですからね。はい、枠一人、し、していくと思います、ね。そうですか。結果出てますからね。うん、そうなんですよね。一、ねはい、番のビビット、まあ、本命にされました。えー、ということで、対抗ですが、十一番、オメガレイノワールですね。まあ、三層分にね、一応、主戦状況がね。うん どっか岸が、なってきました、はい、これは心強いですね。ええ、ここで対抗、逆手の目というのはどうなんでしょうか。うんあの、まあ、ビビットモアがね、スタートを立ち遅れた場合ね。ええー、十分、このオメガ、おめが。 いうのもあるからも狙えると思いますけどね。そうですか。はい。ま一番か十一番かというところで相手候補です。ええが九番ですね。これがコロ三角。ね、これはもう本当にねきっちり直線になって伸びてきますからね。はい、直線向いてね。うん、でまあ前走について木村君ですからね。えー、これも安住はね。はい。心配ないですね。心強いところですね。千八百七十メートル線小林旧車は いいレースをずっと展開してますよねトレーニングがすごいですから、ね、ああ、なるほどそういうところがやっぱりスタンミナー強化に繋がってるんですね四番手に三番クレスコエルザまあこれも堅実ですからねこれも全然そうねこの距離現実にね死んですけど勝ってますねはいはい えー、ということですね。これも十分チャンスあっていいわけです。思いますね。県、はい、内ですね。うん、で、5番って2番のマスカレードマスク。うんね、これね、距離ですね。要するにね、はい、もうこのまあ先頭馬がはあんまり長いけど走ってませんので,、ねんですね、17すら走ってないわけですね。は,い、は果たしてね。この客注だからこの距離でどうかなという感じで最後の収集を打ったんですけど、ねうん。そうですか。はい、ただあの勝ちくらい一勝しかないですが、2着8回、3着4回と。ね、これこの魅力ですね。天日聖馬の馬ですからね。 はい、えー、水曜日のメインを買った、杉浦記者が起床します。はい、えー、ということで、ここは、えー、池永さんの回目をご覧いただきます。あ、ここは知る仕事のうちの四頭に絞っての馬単ボックスと。馬単で,、ね、でいきますね。うん,う,んうん、うん、はい、まあ、どれも頭硬いというのは、なかなか言い切れないところがあるわけです、ねなかなかね。あの、ビビットにの。 スタートのファンがね、うん、ありますからね。ねおっしゃったように一回ごとですからね。<laughs> まあでも順番で言えば今回カット順番ということに言えますので、ということ一番十一番九番三番と、えー、この四と挙げていただきました。九、えー、レース C ワンクラスの特別競争千八百七十メートル戦どうぞお楽しみください。えー、その先ほど池波さん話をされました。えー テレビ埼玉杯オーバルスプリントこれに兵庫県からアドマイヤロイヤル森崎球者の管理は大山騎手の騎乗で参戦しますあのね前回がちょっともっといい内容かなと思ったんですがご着に敗れてしまいましてちょとね厚けがきとったようですああそうですかそれも数日後で良くなったという森崎先生のお話でしたよねあなるほどね人気面からずいぶん解放されましたからねそうですね高メンバーですけどねこれだけのだけどね九歳です実績馬ですからねはい ご期待いただきたいと思いますえ今日は日刊スポーツ池永博美さんの解説でお届けいたしました池永さんどうもありがとうございましたどうも失礼し,しそのだけは今週も水木金の3日間水曜木曜昼間の競馬が行われましてそして金曜日はナイター競馬を開催いたしますお話しください来週も水木金の3日間レースが行われます水曜木曜昼間金曜日がナイター競馬来週水曜日は重賞レースそのだプリンセスカップ 2,3位の頻繁の重賞競争、そして22日の祝日です。どうぞ来週もそれだけお楽しみください。